夕方から始まるフェスに先駆けて会場付近にはたくさん露店が出ているんですよ。翔ちゃんと少し見て回ったんですが、ペインティングをしてくれるお店があって楽しそうなのでお願いすることにしました。店員さんによると顔へのペインティングをよく頼まれるんだそうです。バンドのロゴやかっこいいマークが人気らしいですよ。僕は撮影の都合で目立つところには描けないので衣装で隠れる部分にお願いしました。ロックでかっこいいピオちゃんです。今日の大切な記念だから消えないうちに翔ちゃんと写真を撮っておきましょう。皆さん盛り上がってますか？僕もすっごくノリノリです。ここからは少しの間 MC は僕が担当しますね。次の曲はスターリッシュおなじみのナンバーなんですが、今日はバンドアレンジということでロックテイストな仕上がりになっています。特にサビの部分は拳を突き上げたくなるようなワイルドさが魅力です。リズムに乗って頭を激しく振ってみるのも楽しいですよ。楽しみ方に決まりはありません。思い思いのスタイルで僕たちと一緒に盛り上がりましょう。あ、準備が整ったみたいですね。それでは僕たちのハードなロックサウンドを心に刻んでください。